社内起業を実現していく上で大事なこと。そう簡単にうまくいかないのが、起業だというふうに、ちょっと儲かりそうだからとか、ちょっとかっこよさそうだからぐらいの動機では、なかなかですね、ちょっと乗り越えていきにくい。使命感を醸成する環境づくりってすごい大事だと思っていて。こんにちは、スタートアップチャンネルです。こんにちは、インコンフ代表の田所です。フリーアナウンサーの林理瀬です。さあ、今回はですね、ゲストをお迎えしております。ディープスキルの著者でもありまして、多くの新規事業を携わってこられました石川明さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、石川さんをお迎えしてお話しする今回のテーマなんですけれども、新規事業を成功に導くディープスキルということで、まあ、お二人本当に企業内の新規事業たくさん携わってこられたと思います、まあ、その中でご経験された事例をもとに、新規事業を成功に導くための必要な組織内でのディープスキル、これをシリーズでお伝えしていきたいなと思っております。最後のテーマはですね、ズバリ社内起業を実現していく上で大事なこと。社内起業を成功させるためにはいろんな要素があるので、うん、まあ、そういうのはですね、多分、まあ、こういう企業の科学とかって本の中にもたくさん詰まっていると思います。ですけど、まあ、いろいろこう考えてもやってもそう簡単にうまくいかないのが、起業だというふうに思ってまして、でそうすると、何でしょうか、もう本当心折れそうになることっていうのはもうしょっちゅうですし、こうだと思った仮説がもう棄却されて、もう一回またゼロに戻らなければいけないみたいなこともしょっちゅうあると思うんですね。なので、まあ、一回一回のこううまくいかなかったこと、失敗したこと、思い通りに進まなかったことっていうのはですね、一回一回くよくよしててもなかなかうまくいかなくて、やっぱりそこはですね、まあ、起業なんてそういうもんなんだっていうふうな感じで思って取り組んだ方が私はいいと思っているんです。でそれでも、なんだろう、これをなんか最後乗り越えて、やっぱりどうにか実現してやるぞっていうエネルギーですかね、はい、このエネルギーを持っていることっていうのが一番大事だと思いますね。本当ストレートにうまくなんていかないですよね。いや、そうですね、まあ、石川さんがこの使命感とおっしゃってるんですけど、使命ってね、まさにその命を使うところなんですけど、まあ、なんか命を削るほどのものじゃないかもしれないですけど、やっぱりその、まあ、自分がやる必然性ですよね。やっぱりここ社内企業とかのピッチでやっぱりよく言うのが、なぜあなたがいるのかとか、あなたのチームがやるのかって、当然その企業家スタートアップでもそうなんですけど、やっぱりそういうストーリーですよねっていうのがすごい大事かなと思ってて、これが前のその人を巻き込むってのがあるんですけど、なんかその予算承認とか、例えばスタートアップの場合、なんか投資家からお金をもらうっていうピッチよりも、実は一番機会が多いのは仲間集めのピッチだと思うんですよね。結局どの船に乗るかっていう時に、命を使って、ね、自分でやる必然性がある人に語れる人と、そうじゃない人だと、初期にやっぱリソースがない時に、圧倒的にそのね、そのストーリー語れる人の方が、まあ事業であったりとか、そのプロジェクト魅力化ってできると思うんですよね。なんで、エレベーターピッチとか、ね、企業家向けのそういうのはあるんですけど、僕はやっぱり仲間集めとか、特に誰かをこう、ね、巻き込むみたいなところの、なんかね、エレベーターピッチとか、そういうのやっぱ磨くのがすごい大事かなと思いますけどね。なんかこう使命とかっていうとちょっと重く聞こえてしまうかもわからないですけど、ですけど一緒にこの企業にチャレンジしようぜって言った時って、その人の明らかにその人の時間を投資してもらうって考えで言えば、ある種その人の人生の一部をいただくっていうことだと思うんです。まあ、そう考えると、まあ使命感を持って取り組めるっていうのは、ちょっと儲かりそうだからとか、ちょっとかっこよさそうだからぐらいの動機では、なかなかですね、ちょっと乗り越えていきにくい。特にその、ちょっと儲かりそうだからぐらいの感じでいくとですね、損か得かみたいな話になると、いや、うまくいかなかったら損になっちゃいますから。この中でいるとですね、なかなか続けていくのって難しくて、いや、これもこの辺でやめといた方がいいんじゃないかなっていうふうになってしまうんですよね。だから目先の損か得かじゃなくて、いや、これをやるのは俺の使命だろうぐらいな感じまで行く起業家っていうのは、私はそのエネルギーを持続することができると思っているんです。で特に私がやってるその社内企業の世界っていうのは、結構辿っていくとですね、そもそもなんであなたこの会社に入社したのみたいなところから入っていくことが多くて、でそうすると
何でしょうか、やっぱり何らかの理由があって、この会社にこういうことに惹かれたとか、こういうことがやってみたかった、こういうことの理念に共感したみたいなことがあって会社を選んでいる方が多いんですよね。だとすると、そこにはもう実はもうずっと持って生まれた思いみたいなものがあって、でこれを事業という形に昇華をさせて、でそれで あこういうことこれやりたいからこの会社選んだんだっていうとですね、自分のもう10年ぐらいのストーリーがつながっていくんですよね。もうさらには大学の時にこういう学科を選んだことも確かにそうだったかもしれないしとかいう形になってくるんですよ。それは若い人といえども僕は小さな使命感だと思うんですよ。いやそういうものがあるからこそよしこれ少々のことでもくじけずに頑張るぞっていうふうな感じで思えるんじゃないかなと思うので、テーマとしてですね、ぜひ自分がこう使命感を持って取り組めるようなそういうテーマをぜひ探してほしいって思うんです。なるほど、はい、いやなんか企業内にいるとすごく失敗を恐れるのが強くなるかなって思うんですけれども、なのでよりその社内企業というのは難しさがあるのかなと思いましたけど、はいはい、今のお話聞いてるとその自分なりの使命感っていうのを持つことによって、はいはい、まあ、失敗も跳ねのけられるというか乗り越えられる、うん、そうですね、使命感が必要性があるんだなっていうのが分かりましたね。さらに言うと何だろう、こう、まあ、確かにそこ失敗する可能性が高いので社内にいる人もですね、こいつに寄りついてると失敗したら俺もかぶっちゃうかもなみたいな、まあ、そういう人も現実にはいるわけですね。ですけど、その時に使命感っていうことが持ち出されてくると、その会社を選んだ理由、この会社で頑張ってる理由、この会社に対して誇らしいと思ってることみたいなものがつながってのその言葉なので、はい、その使命感を持ってっていうことに対してはですね、社内の人でも結構共感してくれる方がね必ずいるんですよ。いや俺もね実はそういう同じ思いで会社入ったんだよとか、いやうちの会社やっぱこういうところだけはちょっと負けたくないよなみたいな話とか、いやこれはこういうことやらずにうちの会社がやらなきゃ誰がやるんだよみたいな感じのことができてくるとですね、実は社内でいい仲間がこうできてくるというか、ここまで行ってこれさらに言えばそれが社長さんともそういうものが共感できとしたら、社長さんからしたらですね、社員が、こういう理由であなたの会社に入りました、こういうことを誇りに思って仕事をしてますっていうことを訴えられてですね、そんなことはないと、なかなかそういう社長さんってそんなことは言われないので、よし、じゃあお前がそこまで言うんだったら、やってみようじゃないかっていうような感じで、経営者の方の心を動かすっていうんですかね、みたいなことに僕はつながっていくと思っているので、そこはですね、ぜひ探してほしいですね。僕はすごい思うのが、やっぱ使命感を醸成する環境づくりってすごい大事だと思っていて、これ日本総研が数年前に出してた数字なんですけど、非常に面白いのがビジコン VS ベンチャー制度っていうのがあって、ビジコンって残念ながら1000件ある中で読むに値しないものが900件とかになっちゃって、結局起案してもいいと思うのが全体通して3件ぐらいなんですよ。だから 0.3% なんですけど、ビジコンって残念ながら使命感が醸成できないんですよね。どっちかっていうともう研修になっちゃって勉強になりましたって感じですよ。ベンチャー制度だとまあなんか転籍前提ですと、あなたがこれ通って役員の前で取っていったらもうやられにくい予算つけるんで 100% こっち行ってよねっていう感じになったら、もう全然違うんですよね。100件ちょっとね、数字はあれなんですけど、1000件やったら、そのうち100件ぐらいがもうかなり嫌になるって感じなんですよ。人間ってやっぱり、新規事業も既存事業もそうなんですけど、やっぱ本人のなんか共感とかやる気みたいなものっていうので、やっぱラストワン前でいけたりとか、どうにかこう言語化したりとか、なんかやっぱりその馬力が出てくるんですよね。でそれがなんかお勉強研修です、まあこれは別に悪くないんですけど、1年目とかそれするしかないんですよね。そもそもやり方分かんないとできないと思うんですけど、すごいやっぱりその設計者側としては、まあベンチャー制度ってすごいある意味ね、転籍させてある意味その人のその後の人生すごい変わっていくんですけど、ただまあね、新規事業やらないとやっぱり企業でどんどん外部環境から衰退しているだけなんで、それで期間を持つ中でやっぱベンチャー制度っていうのを作っていくっていうのが大事ですし、これはやっぱりね、経営陣側のある意味これを作る使命感の覚悟ですよね、っていうのが大事なのかなと思います。そうですね、僕時
時々ちょっと悔しいなと思うことがあって、うん、でそれはその独立企業と、社内企業と比べた時に、企業人っていうのは覚悟が足らないと、うん、もうだからお前らどうせ最後、まあ、サラリーマンに戻ればいいんだから、うん、その覚悟が足らないから、そのアントレプレナーシップなんていうのが企業人には欠けているっていうことを言う方が一部いらっしゃるんですね、うんうんうん、で僕は本当にそうかっていうふうに思って、うんうん、でもしかしたら、独立起業をやろうっていう方にとっても、あダメだやめた次のテーマいい子、うんうん、っていう方もいらっしゃるかもわからないし、で、ね、で一方で、社内起業の方っていうのがもう自分のプライドにかけて、自分が今まで、5年10年20年というふうに、大事にしてきたものをかけて、トライする、まあ、その思いの強さっていうことが、これが僕はアントレプレナーシップにつながることが十分あると、うん、思っているので、僕はそこはですね、企業人にはアントレプレナーシップがないみたいなことは僕は嘘だというふうに思ってます。そうですね。ただなんかそう言われる理由の一つに、その社内企業をしたいと思ってやり始めた人と、社内企業をやれと言われてやり始めた人がいるっていうのもあるのかなと思っていて、そう社内企業をやれと言われて、そういう立場になった人っていうのも、うん、やはりその使命を見つけていくっていうところからスタートするのがまあ大事なんですね。そうですね。僕前提としてはやっぱりこう自分がやりたいというふうに思ってる人をアサインするのが僕はまずは前提だと思います。で、まあ、そうじゃなくて残念ながらそうじゃないけれども役割になっちゃう方っていうのももちろん出てくると思いますけども、その方はやっぱりなぜ自分がここへトライするのか、自分のビジネスマンとしてのビジネスパーソンとしての、キャリアの中でこの経験っていうのはどういうふうなものに位置づけるのかっていうのは自分で十分咀嚼をしないと、短期的な目先の損得だけを考えると、うん、あんまりいいことはないと思いますね。あ、なるほど。いや、参考になった方も多いのではないでしょうか。最後は社内企業を実現していく上で大事なこと、たっぷりとお話しいただきました。こちらもこのディープスキルの本の中でも記載がありますよね。はい、これも最後の説に持っていったんですが、うん、使命感が最強の武器であるというふうに言っているので、ぜひこれも読んでいただけると嬉しいです。ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。ということで、このスタートアップチャンネルはですね、スタートアップや新規事業に役立つ情報を配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。石川さん、田所さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。